遠藤あかり役の山本亜子です。まさに事件は解決。遠藤あかり役、山本亜子さん。はい、私は初めての主演だったのですごい緊張して、本番前とかすごい泣きそうになったりしたんですけど、諦めずに頑張ったので、ぜひ最後まで見ていただきたいのと、私が今回演じさせていただいた遠藤あかりとは、どこがっていうピンポイントではないんですけど、雰囲気とか性格がすごく似ていて、なのでそのあかりと自分をリンクさせて今回やらせていただきました。と面白い映画になっていると思うので、ぜひ皆さん最後まで寝ずに見てください。お願いします。思ってた以上にすごいセリフが多くて、長いセリフとかもあって、はい、覚えることもそうなんですけど、滑舌があんまり良くないので、噛まないようにとか、スピード、セリフのそのスピードとか間とか視線とかもなんかいっぱい考えました。私も今日初めて今出ましたを見たんですけど、本当に自分 の、 その初主演ということですごい期待してたんですけど、もう面白く楽しく仕上がってて、すごくなんかこの作品で初主演ができてよかったなって思いました。すごいなと思って、その時14歳だったのね。14歳で、さっき見たけど台本も持たずもうバッチリ頭いってて、もう佇まいももう私女優よって感じだったんで、いやもうあんま近あんまね喋れなかった、喋れなかったもんね、あんまり。だからもう雰囲気はもう一発の女優さんだと思います。はい、走り込んでくると先生大変ですとか、走り込んでくるととかもお芝居ももちろんするんですけど、本当に引き出して引き出すぐらいまで出して、そういうところは本当にリアルを求めておきたいと思ってやってたので、あまり背伸びせずに等身大の10代ちょっと増えですけどでもね、等身大の演技だったような気がします。ずっと公の場っていうのを法の場って呼んでて、それが本当にそれだけがああやっちゃったなって感じで、平日の昼間だったので、こんなにたくさんの方が来てくださると思ってなかったし、本当にびっくり、本当に本当に 2,3 人かなってちょっと思いたくなかったんですけど思ってたので、ここまで来てくれてすごく嬉しいです。はい、私も今初めて見たんですけど、すごい面白くて途中で笑ったりとかしちゃいました。はい、ということで今日は平日のお昼から来てくださり本当にありがとうございました。とまだね、 3J 映画第1弾ということで、2弾3弾も楽しみにしていて、していただけたら嬉しいです。ありがとうございました。